レビ2018和歌山予選優勝者はサーリー、おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。2014年以来のグランドチャンピオンシップ。そうですね、4年ぶりなんですね、サーリー君。はいはい、そうですね。もうちょっと春先発、僕が初めてマイク握った大会から。あ、そうですね。そうなんですよ。いただきました、ありがとうございます。2年連続出ていただいてるんで、うね、もうちょっと久しぶりな感が全くないですがねえ、サリ君。いや、東京に遊びに行かせていただけるチャンスを。いやとんでもないです、はいはい、ありがとうございます。4年ぶりのグランドチャンピオンシップ、はい、和歌山代表を取れて今率直な感想は。そうですね、まあ自分のラップ好きでいてくれる、うん、なんかリスナーがフリースタイルの面でいてくれるなら、うん、あの土俵にもう一回立ってなんかそいつらをこうならせれたら熱いっすね。なんか分かんないですけど、うん、自分、うん、はい、なるほど。どうでしょう、今回はちょっとこちら側から、はい、サリ君出てくださいとお願いして、はいはいはい、和歌山予選に出ていただきましたが、はい、今回望む気持ちというのは何か特別なものあったりしましたか。まあでも去年とかもですけど、あの、うん、自分がまた和歌山予選を引き受けさせていただいて、なんかその中で自分がエントリーするっていうのはすごい考えました。考えるっていうか、なんかそのいろんな感情が出ましたね、うんうん、出る意義だったりとか、はい、とかやっぱり自分がちょっともう予選に出なくなった時に、うん、和歌山をこう背負って出てくれる MC のとかもおったし、なんかそいつらの気持ちとか、うん、なんかそうですね、なんかこう繋がってくれたらいいっていうのがマジで本音っすね、和歌山戦は。でも今回自分が出て、うん、なんか自分が勝ったことによって燃えるやつとかおれば、うん、間違いない、いいっすね、それはマジで。そうですね、来年以降とかも繋がってほしいっすね。はい、今回もちろんラグショット君やスラッカー君ももちろんエントリーしてくれてましたか。あ、はい、サルトビ君、そして、ね、レオン君兄弟も遊びに来てくれてたし、はいはいはい、それを多分過去のチャンピオンたちが、はい、こう目の前にサリ君のまた優勝を見届けたと思うんで、はい、絶対火ついてますよ。あ、本当ですか。絶対僕はそう思います。あ、うん、なんかもう、なんかそうですね、そっからさらに広がってほしいですね。そうですね、はい、うん、もっともっと下の方に、下とか横とか、なんかこう今の MC バトルの立ち位置を自分はうまいことを使って、うん、なんかヒップホップをなんかこう、そうですね、自分の街に広げたいんで。そうですよね、はいはい、そうですね。でもこの御坊でやっていただけてる和歌山予選、サリー君のパーティーは、はい、去年から僕は初めて見させていただきましたが、はいはい、もう絵描きさんももちろん DJ も、はい、ラッパーも、はい、そしてお客さんがダンサーで、はい、もう完璧にヒップホップを体現してるじゃないですか。いやもう俺は素晴らしいと思いますよ本当に。いいパーティーだなって毎年来るたんびに思ってます。自分も含めまだ未熟っす。いやそんなことないですよ、ちゃんとそれを意識して形にして提示してるんで、多分若い子たちはなんでこんな楽しいんだろうとか思いながら楽しんでると思いますよ、バトル。うん、そうですね。それがなんか逆にもっとルーツを分かってくれたらですよね。はい、そうですね。まあ、うん、そうですね。自分バトル以外にこの街やってることがなんかいろいろあるんで、うん、なんかバトルでサリ知ったんならその次もめくってほしい。いや間違いない、はい。そうですよね、はい。俺もそうだと思います。バンガードへ。いやそうなんですよ。お店のこと紹介していただいてもよろしいですか。バンガードってっていう名前の、うん、自分のセレクトでに、うん、あのいろんな音源、うん、音なり、うん、なんかそういうなんか自分がヒップホップに感じたこととかグッドミュージックを仕入れてるお店を、うん、去年ぐらいから作ったんですけど、なんかよかったらみんな遊びに来てください、うん、ぜひチェックしてください。ヴァンガードとしてのウェブの方もありますよね、はい、ウェブもそうですね、オンラインストアがありますね、うん、まあやっぱ地方のローカルのオンラインなんで、うん、ちょっといろいろパッとしないかもしれないですけど、いやいやいや、もしあれやったら見つけてください。ぜひそこにはオリジナルのアイテムとかももちろんあります。で、そうですね、自分のやっぱ仲いい友達の音源とか超プッシュしてるっす。いえ、はい、間違いない、はい、アナログとかもセレクトして。そうですね、そうですよね、自分の、はい、好みでやってるっす。それもウェブで結構ちゃんとチェックできたりするんですか。チェックできますね、視聴できるものも一応 URL 貼ってるんで。やば、なんかそれはそうですね、でもまだまだなんか自分もまだ掘り探してるとこなんで、うん、なんかそれをなんか自分の成長も含めやってしてくれたらって感じです。ありがとうございます、はい、じゃ あヴァンガードの方は住所は御坊の、御坊のソノっていう名前で、うん、ソノの530-6持っていけば、うん、近くには何か目印でありますか。
ツタヤがあります。ツタヤがあります、はい、ぜひじゃあごぼうのツタヤに来ていただければ近くに。斜め向かいに金龍っていう、うん、あの俺の町では一に争うぐらいうまい焼肉屋が食いたい。なるほど。 でも唐揚げ定食食ってください。焼肉屋だけど、そうですね、ちょっと唐揚げうまいっす。なるほど、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。営業時間の方は営業、まあそうですね、午後から夜、うん、まあ大体9時とかはめどにやってるんですけど、うん、でも全然連絡もらったりとか、自分仲いい友達は9時過ぎとかでも来てくれたりして、うん、チェックできれば。そうですね、はい、やってるっす。サリックのソーシャルネットワークなりでチェックしてもらえればいいですよね。そうですね、なんか友達は増えればって感じですね、うん、自分の店で、はい、間違いないです。和歌山、僕はちょっとちゃんと来たのがもう俺はごぼうしかないんで、はい、まだちょっと和歌山全体のことを把握してないんですが、はい、こうサリー君が和歌山の中でもこの地元ごぼうにこだわる意義だったりとか意味とかって何かあったりするんですか？いやでも単純にやっぱりそうですね、多分向こうの海の向こうとかもみんなそうかもしれないっす、うん、と俺は思ってる、うん、思ってますけど、うん、なんかやっぱり同じ和歌山でも自分の町っていうのが一番かっけえみたいな。間違いない。そうですね、なんかそれは思ってるっす。でも、うん、いやでもって思ってずっとラップしてたんですけど、うん、なんか最近はその和歌山全体を見たというか、リンクさせてもらえるとかどんどん増えだして、俺の町どうこうじゃなくて和歌山全体にはすごい活かしてる DJ の方々とか、自分は本当にリスペクトをくれる諸先輩の方がいっぱいいるんで、なんかそれは本当に最近だって気づけたっす。なるほど。なんかそうですね、御坊っていう町に自分は出たことないんですけど、他の町に出たことはないですけど、でも和歌山っていう場所は本当にいいとこがまだまだいっぱいあるんで、うん、それは俺発信で伝わるなら全然、うん、もっとみんな、本当ですよね。そうですね、和歌山のスポット当ててほしいっす。いえ、間違いないと思います。ありがとうございます、はい、ごぼうだけじゃなくて和歌山市の方もぜひ皆さん、そうですね、南も北も、はい、和歌山広いんで、うん、なんかヒップホップ以外のなんつうかカルチャーも、そうですね、うん、カルチャーなりなんつうか海と山が本当めちゃくちゃ多いんで、うん、それは感じてほしいっす。間違いない、はい、フットミュージックですからね、ヒップホップは。そうですね、街で生まれた音楽が一番かっこいいのは間違いないんで。そうです、ね、俺もそう信じてヒップホップやってるんで、はい、間違いないと思います。でも俺はサリクのパーティーの打ち方で、はい、一番、そのもちろん四大要素を突っ込むのも素敵だなと思うんですけど、はい、何より、はい、ちゃんとつながった仲間を呼んでるじゃないですか。あれってやっぱりローカルの中では素晴らしい、できることでできなかったりするじゃないですか、リスクっていうか、はいはい、お金の面でもそうだし、はい、呼ぶって簡単なことじゃないんで、でもそれを毎回スパーキー君なり、ありがとうございました、2年連続スパーキー君も含めて、やっぱつながったアーティストをちゃんと地元に紹介できてるのはやっぱ素晴らしいなと思うんですが、やっぱそこも意識して。ああ、でもそうですね、単純に遊びたい。イエーイ、やばい。好きな友達とか。でもそれでもお金払ってで、ちゃんとこう呼べるっていうのは、俺は本当サリー君の器というか。いやでも、これはなんか持ちつ持たれつ。持ちつ持たれつですね。はい、うん、横のつながりも含めてですね。そうですね。あいつらも呼んでくれたりとか。そう。でもいろいろあれです。はい。それができてるっていうのが俺はすごいなと思って。あ、そうですね。まあ、友達に金を使う行為はみんな好きやと思うっす。間違いない。はい、それもやっぱりヒップホップの中で学んだこと、そう、遊び方だったりですね、はい、うん、でもこの街金を使って貧乏になってる人もいくらでもいるんで、うん、自分は親とかから学びました、ね、お母さんありがとうございました。おかんバカやんすよ、すいません、今日は本当すいませんでした。 MVP ですよね、はいはい、でもおかんもそういう生き方してくれたっす、うん、マジで貧乏だったっすけど、うん、友達のために金使えるやつやったんで、わ、はい、よかったっ す、はい、だからこそのサリー君なんですね。そうなんすかね、はい、はい、いやもうでも、はい、ファンキーぶりはもうちょっともう最高ですよ。いや来年以降気をつけます。来年以降気をつけます。そんなことないです、はい、もう毎年、はい、毎年来ていただいても嬉しいぐらいです、ね、いやとんでもないです。ありがとうございます。サリー君がこう、はい、始めたきっかけって何なんですか、ヒップホップ。なんかこの動画、うん、これ動画上がるんですよね。そうです、 YouTube で上がります。あの動画を見てくれてる人がすごいバトルリスナーが多いなら、うん、思うんですけど、うん、自分はフリースタイルダンジョンっていう番組 で、うん、でね、ちょっとこうステージでラップさせてもらった、うん、フォーク君っていうアイスバーンのフォーク君、うん、まあそのアイスバーンが自分のラップのあれっすね、きっかけっすね。まあ確かに、なんかそこ
に出会って、うん、自分がこう追っかけてあの人らになんつーかこう食らわされたものを消化して至るっすね、うん、まあ全然その横浜とか行ったことは当時なかったんで、うん、でもなんかフォーク君からフォーク君っていう名前出したんですけど、うん、俺はアイスバーンっていう人たちが、うん、と日本でやってるなんかこうこのラップっていうもの遊び方っていうのをすごい、うん、マジでリスペクトしてるっす今でも本気で何文字踏むんだってぐらい踏んでましたもんね。そうですね、やっぱでもライムの数から入って、うん、俺は超ヘッズだったんですけど、うん、あの人たちと出会って、うん、なんかこうヒップホップのかっこよさをいろいろ教えてもらいました、はい、まだアイスバーン呼んだことにもしたことあるんですか。自分の街で自分がパーティー言って一番来てくれたことのあるゲストはアイスバーンですね。おお、じゃあいいですね。それ最多っす、はい、ちゃんとリンクしてリスペクトもできて。そうですね、だから関東にあのなんか UMB とかもそうなんですけど、うん、遊びに行かして、あ、遊びじゃないかいや、全然いいっす、全然いいっす、行かしていただいた時に、うん、アイスバーンにあれですね、最終ケアしてもらってます。そうなんですね。あ、そうなんだ。へえ、それはすごい素晴らしいことですね。そうですね。だからダンジョンとか本場好きなリスナーおったら、うん、ぜひ。まあダンジョン好きなリスナー、うん、まあ自分は本当にあのステージのフォー君とやり合えたラップっていうのは特別のもありました。ちゃんと言ってましたもんね、ラップで。フォー君で。あ、伝わったっすかね。わかんないっす。いや、それはもう僕もその回見させてもらってたんで、サリ君の回。あ、本当っすか。ありがとうございます。ぜひ。皆さんもぜひ YouTube、はい、YouTube じゃダメか、アメーバーなのかな、何ですかね、ですかね、何で見るんですかね、自分もあんま、うん、ちょっとチェックしてください、ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあちょっともう何度ももうおっしゃってられるかもしれませんが、久々4年ぶりの出場なんで、はい、改めて、はい、このサリー君の名前の由来を教えてもらってもいいですか。そうですね、自分の、うん、当時あの近くにいた友達が、うん、なんかあれですね、モンスターズインクっていう映画、ディズニーのピクチャーの映画があって、うん、自分当時すごいもうブクブクしたっていう大きかったんですよね。そうですね、あの、うん、体重もうちょいで見けた乗る、うん、でそれのまあ、自分も好きな映画なんですけど、うん、なんかそれのモンスターズインクっていう映画の、うん、サリーっていうキャラクターにちょっと似てたらしくて、でそれそうですね、でもそのラップやり始めた時になんかそれを言われたんで、うんうん、あ、じゃあサリーでいいよ、サリーでいいよみたいな、あ、でもあ、でも綴りは違うっす、うん、そのサリーとも、でもなんかまあそれで行って今に至る感じっすね、まあ、でもすごい魔法使いとか言われるっすけど魔法使いサリーの方だ、テクマクマヤコン、そうですよね、テクマクマヤコンは多分秘密のアッコ、あ、秘密のアッコちゃんか、そうです、魔法使いサリーじゃないですね、はい、すいませんでした、ごめんなさい、なるほど、はい、そうなんですね、はい、あ、なるほど、ありがとうございます、はい、サリー君、今音源をかなりいいこうコンスタントに作品をリリースされてますが、はい、今の最新作はマーブルっていう大阪のビートを作ってるやつと一緒に、うん、エスペシャリー EP っていうのを、うん、5月ぐらいですかね、うん、出しました、はい、それももちろんバンガードの方でも、はい、取り扱ってますし、うん、なんかみんなゲットしやすいように配信でもイエーす、はい、iTunes、はい、ストリーミングとかもじゃあもうやってるんですか。 いけると思うんです、ね、あ、じゃあ Apple Music でサリー君でチェックしてくれれば、あ、そうですね、サリーで検索してくれたらなんか何個か出ると思うんです。ちょっと Spotify なり Apple Music なりでぜひ、はい、ね、お願いします、ぜひガンガン聴いてください、よろしくお願いします、はいはい、今後なんか新しい作品のご予定とかは。なんかいろんな作品に客演として参加してるものはあるんですけど、うん、でもなんかそうですね、それは探してほしいですね。ぜひググってくれと。はいはい、うん。ディグアップスタイルで。自分よりかっけえやついっぱいいるんで、うん、なんかその人らにちょっと自分混じって、うん、なんかそうですね。サリー君の名前をチェックしてって感じですね。そうっすね。はい。ここ近日でなんかこうリリースとかあったりするんですか？その客演とか何でも。RC スラムっていう名古屋の、うん、なんか自分もエイトスさんに最近リンクしたんですけど、うん、その人のメソッドの2が、うん、あの9月にリリースされるんで、うん、それは本当にめちゃめちゃかっこいいです、マジで、うん、でも自分の曲も聴いてほしいですけど、うん、本当かっこいいんで、うん、よかったらぜひチェックしてください、よろしくお願いします。9月だったらちょうどリリースされた後ぐらいに多分配信になると思うんで、ああ、そうなんですね、いいタイミングだと思います、はいはい、皆さんぜひチェックしてください、よろしくお願いします、はい、お願いします。サリー君自体今イベントとかは定期的に打ってたりするんですか。いや、そこまで、そうですね、今日開催された箱も
もともとライブハウスでやってたんですけど、うん、最近はちょっとそれがバーに転換されて、ね、うん、自分のもやっぱスピーカーとか持ち込んでやってるもんなんで、いえいえ、なんでそのまだ全然活気づいて やれる環境ではないんですけど、うん、まあでもまあチェックしてもらえたら、うん、って感じですね。午後でももちろんパーティーはあるってことですよね。そうですね、まあ自分らで作っていければって感じです、うん、はい、それもじゃあもうサリー君のソーシャルネットワークで随時チェックしてもらえたらいいですよね。そうですね、まあ遊びに来てもらえるなら全然、うん、てかまあバンガードに来いよぐらいですよね、情報を知りたきゃ。そうですね、うん、バンガード来てください、ぜひお願いします、お願いします、はい、フライヤーとかもぜひチェックできますもんね。そしたらそうですね、お金落としてもらえて、いえ間違いない、ぜひバンガードの方によろしくお願いします。じゃあなんかこう年末ご用意する作品とかは、まあそうですね、うん、まあいろいろ作ってるんで、うん、もしあの東京行った時に並べれるものがいっぱいあるなら、うん、ぜひお願いします。ですよね、はい、グランドチャンピオンシップでそれをチェックしてもらえればって感じですよね、はいはい、ありがとうございます。じゃあそれではシュアーのゴッパチゴールデンマイクがサリーの名前が刻み込まれますように、はい、最後になりますが、はい、4年ぶり2018年12月30日のグランドチャンピオンシップに向けて、はい、意気込みの方を最後よろしくお願いします。そうですね、まあ和歌山から行くんで、なんかその、まあ、自分にしか出せやん、なんかこう定義とか、うん、なんかそれは本当につかみ取ってほしいです。なんか東京にもマジでこうぶつけに行くんで、うん、なんかそれで自分のそのラップの価値観がゴールデンになれるのなら本当になんつうか、俺も今後なんかいろいろ自信につながるというか、なんかでもあれっすね、ぶつけたいっす。でも本当みんな好きなラッパーとかも今年出てる多いんで、間違いない、なんかそいつらといいものを DV に収めれるよう頑張るっす。ありがとうございます。嬉しいです。はい、それでは改めまして、はい、UMB2018 和歌山予選優勝者は4年ぶりサリーでした。おめでとうございます。リスペクト。 Yeah、 ちょっと今見えなくなったけど俺のおかんがいてたっす。俺はスラッガーに言われたことをちゃんとこの場でもう一度言っとくよ。俺がバンガードをやったきっかけ、この街マジでパーティーだけどヒップホップは育たねえ。CD、レコード、いろんなもん俺は入荷して服であると何でもいい。それを売り、それを買ったやつが俺のバイブスを感じ取り、それをまた違うやつにつなげる。あそこで買った CD 聞いてみ、ヤバかったぜ。それを聞いたやつがまた繁殖する。でもこれは俺だけの話ではなく、分からせるために俺は言っとこうか。俺らの和歌山って街はゴボウだけじゃねえ。北の方に言えばすごいヤバい DJ がいいんだ。ただこの現場で見なくともレコードをディグしてるやつもたくさんいる。俺らはグッドミュージックを提供するためにヴァンガードにつける。そのシーンここにある。俺はつながった友達を忘れない。でも友達はいつか減る、また増える。こともあれば捨てられる、それもある。ヒップホップこの世の中水、うんうんうん、これはうん、なんつうか水商売とかじゃねえけど、でもやっぱ時代は回ってんだ。ずっとマイク握ってたやつがいつか辞める。俺もその辞めたやつを見てリークを書く。書いた言葉ライブが CD になって届く。その繰り返しを多分俺の40、50、60そこまでになっても続けてる。でもお前らは死んだって俺は絶対顔を忘れない。これがヒップホップであることをでか、俺らが思ってるミュージックであることをでか。俺がやった分かりません、来年は誰かやるか知らねえけど、俺がやったことをそれを忘れず持ち帰って、この後の自分の地元、自分の街、自分の友達、自分が思うヒップホップ、それにつなげて明日を頑張っていくよ。ローカル、ここは金で俺のライブ。
ます。まずは先攻マンマ、続いて後攻サリー、まずはサリーいきます。レディージャッジ。